天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で行方不明だった児童たちの。亡骸が発見された時の現場はまさに賛美極まる凄惨な光景だった。鑑識の調査の結果、凶器は逮捕時に犯人が手にしていた大きな立ち切りバサミと断定。躊躇があったのか、男のものにしては軽めの力で、しかし執拗に。殺意を持って犯行に及んだことは確実であった。公式発表では、児童たちの死因は、舌を切り取られたことによる失血死とされていたが、実際にはもっとむごたらしい凶行が行われていた。以下は規制によりメディアで報道されていない殺害の手口である。現場で惨劇を目撃した幸子の証言に基づいている。手足を縛られ、目隠しをされた被害者たちは、一人ずつ距離を置いて寝かされ、順番に殺されていった。一人は、ハサミで腹部をめった刺しにされた上に、臓器を抜き取られ、ショック死。臓器は、地下室の土床に粗雑に埋められた。一人は、ハサミで数十回にもわたって頬を刺され、口から上の顎部がちぎれ、死亡。目隠しを剥ぎ取られ、私の目の前にさらされた光景は、想像を絶していた。血まみれの大きなハサミを手に、私を見下ろしていたのは、さっきの大男ではなく、捕らえられていた子供たちの一人。帰り地で、顔が真っ赤に染まった、小さな女の子だった。正気のない灰色の目で、じっと私の目を見据え、ついで彼女はケタケタと笑い出した。ハサミは不快な音を立て、せわしなく開閉を繰り返す。その錆びてボロボロになった血まみれの切っ先は、すっと私の目に向けられた。一人はハサミで眼球を何度も刺された上に、スープのように潰れた目玉をえぐり出され、苦しみ抜いた末に出血死に至る。その後、なぜか犯人は三人の遺体から舌をハサミで切断している。執筆している私も胸の悪くなる。まさに悪魔の所業である。
児童三人が惨殺される中、唯一生き残った少女、幸子。保護された後、泣きじゃくる彼女の証言から追及が進み、義和は送検された。言い換えるなら、彼を犯人確定に追い込んだ張本人である。彼女には、自宅の所在も家族構成も一切の記録が残っていない。というより、はっきり言えば、存在していた痕跡が全くないのだ。ここからは仮説になる。果たしてこれは本当に、義和の犯行なのか。児童たちを殺害したのは本当に義和なのか。後期の義和は言葉による他人とのコンタクトは不自由だったとはいえ、基本的にはおとなしく他人に危害を加えるような性質ではなかった。これは彼を取り巻いていた親戚や付近住民の証言も聞くことができたので確実だ。突然このような凶行に走る道理がないのである。一方、それまで健康であった義和の父親柳堀校長が突然奇怪な言動や行動を取り始めたのもこの時期だ。何かに取り憑かれたように屋敷の壁一面に意味不明の漢字の羅列を書き殴ったり、何者かに怯えるように部屋の隅にこもり大声でわめいたり暴れたり、こちらも相当な事態になっていた。そこに私は人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。開校当初より閉鎖されていた天神小学校の地下室に関する何か大きな呪いの存在。この連続児童誘拐殺害事件より更に遡ること20年、おぼろげながら真相を知る手がかりを私は見つけたように思える。廃校になった後、取り壊されて別の学校が建っている現在では、失われた天神小学校の地下室を調べることは不可能だが、私の助手が興味深い方法を見つけてきてくれた。不可能が可能となるかもしれない。これよりその準備に出かける。詳しくは次回の連載にてお伝えしたいと思う。楽しみにお待ちいただきたい。
怖い怖い怖いよ。いや、お前も。違う、落ち着いてくれ。さっき話しただろ。今日の宿題も終わってないのに殺されて困るか。この子ハサミを持ってる。やばい、血が止まらない。で、動脈切ったか。なんだ、寒い、やば、死ぬぞこれ。ゆか、帰り、今の声、なんだ、何か詰まってる音か。篠崎、篠崎じゃないか。なんでこんなことに。ああ、白崎。
いない。さっきはやっぱり。何やってんだよ。だから、お前も私を殺しに来たのか。違う、落ち着いてくれ。さっき話しただろ。今日の宿題も終わってないのに殺されて困るか。この子ハサミを持ってる。あ、ごめんなさい。いや、大丈夫みたいだ。なぜだ？篠原、お前が。大丈夫ですか？ふざけるな！こんなハサミ、どこから持ってきたんだ！ダメだ。この子はまともに話ができる状態じゃない。死にたくない。殺さないで。ユイ先生に会いたい。町田くん、大丈夫？ユイ先生、よかった。会いたかったよ。私もよ。持田くん、危ないところだったわね。中島さんと篠原さんは残念だったけれど、君だけでも無事でいてくれてよかったわ。先生、よく頑張ったわね。さあ、一緒にゆかちゃんやみんなを探しましょう。先生、俺もう疲れたよ。よし、このドアを足に使って。なんとか脱出できたわ。あ、下誰もいなかったかしら。右腕の骨が完全に中で折れて離れちゃってるわね。
筋肉と皮膚だけでつながってる感じだわ。ひどい痛み。って、持ってないと。島崎さん、岸沼くん、無事でいてね。先生、今行くからね。生徒が話を聞いてくれない？もう私、どうしたらいいのか。教師を続けていく自信がなくなってしまいました。保護者の皆様から毎日メールが届くんです。結果の出せない教師など不要だって。担任の私を飛び越えていきなり副担任の君にか。私が出張で飛び回っていて、君にクラスを任せっきりにしているせいで苦労をかけてるね。すまないな。いえ、副担任としてちゃんとあのクラスを見るのが私の使命ですから。信用して私にクラスをお任せいただいているのはむしろ光栄なことなのですが、ただ最近2の9のみんなにも何を言っても冗談っぽく流されてしまうし、あまり強く言うと反発されてしまうし、多分もう私みんなに嫌われてしまっています。だけど結果は大事ですし、あの子たちには将来のためにもいい成績を取れるようにしてあげたい。いい成績を。そうすれば保護者の方も。シーシード？あ、はい。目を閉じて、もう一度思い返してごらん。え？な、何をですか？生徒たちさ。君が毎日、それこそ必死で彼らを思う気持ちに、気づいている子たちもたくさんいるという事実。思い当たらないか？そうでしょうか。教師嫌いの篠崎は毎日君に質問をしに職員室に来ているし、不登校だった岸沼も週に4回以上学校へ来るようになっている。去年1年生の時には考えられなかった光景だ。生徒はよく見ている。君は嫌われてなどいないと思うよ。でもたとえそうだとしても、やはり結果が、成績が出せなければ保護者の方には納得していただけません。でないと私は教師として失格。確かに
保護者側の立場としても学校側の立場としても成績評価はとても重要なものだ。しかしまあこれは僕の考えだが、僕は結果と同じくらい、いやそれ以上に家庭が大事だと思っている。生徒たちがたった3年間の短い期間でいかに楽しく有意義に過ごすことができたか、悩んで解決して成長して大きくなって卒業の時に楽しかったって言わせてやるのが授業と同じくらい大事な教師の仕事だと思うんだ。篠崎や岸沼だけじゃない。家庭の事情で塞ぎ込み気味だった篠原も中島や君と出会って明るくなった。篠原さんが隠すのがうまいだろう、あの子は。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に模索する姿勢ができている時点で、君は教師として合格だ。いや、君のような大人こそが教鞭を振るう場に立たなければいけない。誰にもバカにされることなんてないんだ。自信を持ちなさい。君は学生時代と本当に変わらないな。悩みがあるといつも僕のところに相談に来てくれていた。大きな目に涙をいっぱい溜めてね。まああんまり気張るな、獅子丼。君もじっくり楽しむんだ。面白い連中と過ごせる貴重な毎日を。卒業の時に先生ありがとうって頭叩かれてみな。最高だぞ。保護者の皆さんには私から一度連絡しておくよ。わかりやすい授業の作り方は、また明日にでも一緒に考えよう。はい。あの。ん？先生、ありがとうございます。ああ、嬉しいものだね。教え子に頼られるのは。いやー！先生！
か、私あのまま瓦礫に埋まっちゃったんだ。篠崎さん、無事に逃げられたかな。生徒のために何ができるか、それを一生懸命に模索する姿勢ができている時点で、君は教師として合格だ。私は少しでも先生らしくなれたのかな。まだ一年も経ってないけど、体動かないや、下半身の感覚もあまりないし、首から下が麻酔がかかったみたい。それにしても暗いな、寂しいな。少し生きていたかったな。あれ、涙。もう死ぬのに出るんだ、私。私ね、うちの学校の先生嫌いだけど、獅子戸先生は大好き。お姉ちゃんと同じ雰囲気がするの。先生、猫飼ってるの？私、この子が欲しいんだけど、飼うの難しい？見てみて。あんたじゃないの。ユイ先生、そのタレタレパンダのネックレスさ、やっぱかけてんの？胸の形にさ。えてえ。すごいパンチだ。私ね、私向こうに行ったら手紙書きます。これからも大人になってもずっと私の先生でいてほしいの。いいでしょ先生。今日は自転車のチェーン外れてたよね。俺、先生の失敗してる姿を観察するの大好きなんだよね。みんな頑張れ。Yeah.